この電波の破壊力。わたたたたてて、ウィスカーみたいなのいるよ。こうして僕の研究は大きく完成に近づいたよ。髪の毛を生やす研究してる。これで頭皮を活性化させて髪の毛を生えるようにしてやるからよ。くれおら。玉も持ったし医薬品も、よし。ウィス、じゃあ今回もやっていこうか。前回の続きで、前回知性を持ったゾンビがいるかもしれないってなって、そいつが次狙うのはもしかしたら町にある廃工場の中にね、薬品庫があるんだけど、そこを狙うんじゃないかってとこで、そこに行こうって感じです。というわけで行ってみよう。生まれたての小鹿くらい足が震え上がるぜ。震えろ。ねえ、みんな今からでも。大丈夫だって。そう簡単に死ぬような私たちじゃないし。まあでも回復俺がちゃんとするかって言ったら微妙だよ。だって君たち服も回復しちゃうんだもん。目的は薬品工場にいるであろう知性を持った Z を倒すこと。まずは工場の近くまで移動しよう。話はそれから。オッケー。ここがその工場で間違いないかな。ここから先は何がいるか何が起きるかわからない。お茶菓子でもたしなみながら優雅に女子会とでもしゃれ込むか。なんでちょっとウィットに飛んでんだよ。いいね。甘いお菓子に温かい紅茶。家でやれ。全部が終わったらそうしよう。その時は君も一緒に。女子会じゃねえじゃねえかよ。めちゃめちゃありがてえじゃねえかよ。その時は奮発して備蓄からいい茶葉を出してやろう。じゃあ俺もその時は奮発して服を知能を持った Z、 これをインテリジェンス Z、 IZ と呼称する。目的はIZ を見つけ殺すことだ。 IZ を見つけたら最後のとどめだけは私に打たせて。なんかあったのかな。彼は私じゃないと殺せないからよ。どういうことだ。この弾は先端にワクチンが埋め込まれている。体にダメージを与え修復のためにウイルスが活性化したタイミングでこれを打ち込む。この一発しかないから最後は私に。これはあなたたちが作り出したワクチンとは別物。お兄ちゃんの特性。わかった。じゃあとどめはこの子にやらせればいいと。私たちがダメージを与える。イチカがとどめを刺す。そして俺が思いっきり服を。よし、ってわけで廃工場。まだね、未知の地だね。すげえな、サイレンの川みたいになってる。この川の中入ればさ、無敵になれんじゃね。まあいいや、そんな伝わりづらいネタをやってもしょうがないので、とりあえず進んでいこう。うわー、めちゃめちゃゾンビの数増えたな。が大勢向かってきてる。みんな気をつけて。うわーやべ。まだまだ来そうね。もう終盤なのかな。うわーやっぱ難しくなってくるんだな。敵を無力。敵排除。コッパミジザミ。あれちょっといろいろ動き回ってるんだけどさ、行けるところが見つからねえな。基本道は一本道だから合ってるはずなんだけど全然見つからないな。ん？こっちかな？あー、こっちっぽいな。くれてやる。感謝しろ。ちょっとゾンビの数が多すぎるな。そろそろ弾もやばくなってきたんだよな。やばい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 。そろそろ弾切れになっちゃうよ。服が。服が？マジ？ラッキーだけどちょっとやばいな、この状態。あーやばいやばい、出た出た出た、テラフォーマーもいる。こいつをくれ。なんかとんでもねえの見つけたぞ。ちょっとこれ使ってみるか。なんだろうこれ。あ、火炎放射器。いや、これちょっとめんどくせえな。まあでもいいや、使うか。しょうがねえ、せっかく見つけたから。おい、私の一丁羅破りやがって。マジか。ナイスナイスナイス、見せろ。あ、やばいやばい、いっぺん来てんな、この BGM は。うわー距離よし。結構で、あ、でも強いな。死にたいやつは。うわー、出た電魔。もうこれ拾うしかないじゃん、もうこれ。いやでも強えんだよな、普通に。囲まれた時にめっちゃ便利だな、この電魔。うわーすごいことになってる。グレネード投げとこ、ポーン。でこういう時に電波が役に立つと。集団で。おお、つえつえつえ。お、ここから工場の中入れるな。よし入ろう。え、みんな服破けてんの。あらら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 。ちょっと邪魔しないで。よし行こう。え、でもさ、薬品工場内にもこんなにさ、もう Z がいるってことはさ、もうもしかしたらあいつが来た後、この先だな。この先にあいつがいるのか。みんな準備はいいか。おそらく総力戦になるぞ。大丈夫だよ、電魔持ってるし。電魔に強いってやつは人間に存在しないからな、きっと。
魔の破壊力。うわゾンビがいっぱい来るな。うわすっごいこれ。これさ俺からは見えないだけでさ、俺の服もこういう風にビリビリになってんのかな。見えなくてよかった。でどこ行くんだ。 あっちから来るの。ドア、あこれか。待って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 、いるぞ。なんかウィスカーみたいなのいるよ。先手必勝。あダメだ、当たらない。嫌な予感だな。ここにだって弾薬があるってことはさ、もうこれそういうことでしょ。くらえ。動くな。おやおや、誰かと思えば世界を救った救世主一同。指の形やばいな。それから一華じゃないか。え、あなたが学園を襲った犯人。ああ、あそこには欲しいものがあったからね。分けてくれそうにもないし、少しだけ手洗い真似をさせてもらったよ。おかげでこうして僕の研究は大きく完成に近づいたよ。髪の毛を生やす研究だな。もう少し。髪の毛を生やす研究してる。もう少しで。こういう時は自己紹介からだったかな。僕の名前は勝間。勝良？以後お見知りおきを。誰につけてもらったんだ。鏡見て決めたんじゃない。あ、やばいこの人。僕もここで殺されるわけにはいかない。仲間を殺されて苛立っているのはわかる。だから人間らしく死ぬまで争おう。来る。やばい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 、ボスだ。いやこう見えて何事もないかのようにプレイしてるけど、一回クラッシュしてゲームを最初からプレイしてここまで戻ってきました。今このテンションでやってるのすごいでしょ。アンインストール&セーブデータを全消ししてなんとかここまで戻ってきました。畜生、あのハゲのせいだ。あでも全然強くないこの人。お、何これ。あ待って待って、これパンチだけでいけるぞこれ。もしかしたらちょっと待って、普通に銃でやっちゃったらすぐ倒せちゃう。おら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 、あやばいやばいやばい、待って待って、体力がやばい、体力がやばいやばいやばい、このハゲを活性化させるとやばい、やばいやばいやばい、待って仲間の体力がやばい、やばい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 、やられちゃった。ちょ回復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 しなきゃ。え大丈夫、それ大丈夫なの、これ大丈夫。え、どういう回復の仕方なのこれ。ちょっと待って待って待って、大丈夫なのこの回復、大丈夫これ。やばいやばいやばい、ちょっと待って、回復しないとやばい、回復しないとやばい。あやばいやばいやばい、待って待って、回復しよう、回復回復回復。なんだその体勢、何その体勢、すごい体勢だなおい。はい、本当にそれ回復になってんのそれ、ねえ本当に。よしよしよし、回復はとりあえずできた。あ、できた、とりあえず回復はできた。ちくしょう、あの野郎許せねえな。お前にはとっておきのものをやるよ。これで頭皮を活性化させて、髪の毛を生えるようにしてやるからよ。くらえ、おら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 、どうだ頭皮の調子は。おらよ、くらいな。今流行りの電気治療だぞ。うわ、くそ。おら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 、こっちはおめえと違ってふさふさなんで、やばーい。どこだどこだ、薄毛、噛み締めろ。どこだどこ、薄毛どこ、薄毛。あ、いたいたいた、やばい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 、あの薄毛許せねえ、あの野郎。くらえ、おらよし倒した。ちくしょう、最初からやらされると思わなかった。お兄ちゃんだったの？今ならやれる。撃て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 。撃って。やっちまえやっちまえ。こいつのせいだからな。分かってる。お前ここまで来るのに何時間かかったと思ってんだ。あとはトリガーを引くだけ。今今今。さあ行け。行け行け行け。おい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 。お前、俺の時間を無駄にするな。え？いや俺が代わりに撃つよ。めちゃめちゃ恨み溜まってるよ。君たちと同じくらい俺も恨み溜まってるからね。いちかちゃん、どうし、よけろ光。あ、回復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 、大丈夫か。回復させろ、回復させろ。おい、どうする。私とキララで光を担ぐ。貴様はいちかを引きずってでも連れてこい。撤退だ。作戦は失敗、ホームに帰還する。急げ、奴が追ってこないとも限らん。よし急ごう。はい、昔より重くなったんじゃないか。少しはダイエットでもしろ。おっぱいの分な。
成長期なめんな。テナはさすがに無理があるか、死にはしないと思うけど、めちゃくちゃ痛いや。さっきの回復やらせろ。どうしてなの。次は大丈夫だってそう思ってたのに、目の前にすると怖くて怖くて頭出しが分かるよ。俺もめちゃめちゃ怖かったもん。初期化するしかないってなった時は。どうして怖かったのか、どうして泣いてるのか、私たちにはわからないけれど、大丈夫。次はみんなで頑張れば。だから帰ろう。今は居場所があるでしょ。よし帰ろう。とりあえず。でも私のせいで全部台無しに。全部じゃないさ。分かったこともある。あの男、カツマというやつは知性のある Z なんかじゃない。怪物になりきれなかった元人間だ。ついでに髪の毛もなくなった元人間だ。もう追ってきたのか。相当なダメージを与えたはずだが。とりあえず逃げようよ。こうなったら僕が服を脱ぐし。いや、ここは私の役目だ。そんな役回りは年上に任せろ。貴様とキララは光と泣き虫を頼む。オッケー。あやちゃんは考えなしに死ぬような人じゃないから、きっと今回も。ああ、そういうことだ。分かったら黙って逃げろ。何のための時間稼ぎだと思っている。それじゃあまた後で。グッバイ。また後でな。逃げ遅れたようには見えないね。このカツラめ、声はかっこいいけど見た目が。ああ、貴様こそ銃弾を叩き込まれたばかりには見えないな。銃で殺せるのは命ある生き物だけさ。貴様には命がないと。いや、ただ僕はその一つ先にいるだけ。あるとかないとかの次元じゃないんだ。君たちが世界を救ったあの日から僕は生きてもいないし死んでもいない。ただ髪の毛を失っただけだ。君たちのおかげで僕は気づけたんだ、自身がなすべきことに。増毛だ。おしゃべりは終わりだ。邪魔をするなら君も殺すし、逃げていった仲間たちも見つけて殺す。幸い弾ならまだいくらかある。ふっ。あやは待って。大丈夫かな。そもそもの話、こんなことになったのは。喧嘩はやめておけ。おお、時間の無駄だ。お、よかったよかった。待て、本物か。合言葉はクソくらえ。もっとあったじゃん。川山みたいな、そんなのでよかったんじゃないの。本物だ。おかげさまでこっぴどくやられたよ。災難だったな、お互い。あの、待て、後悔は役に立たない。次どうするかだけを考えろ。うん、わかった。光は部屋で休んでるらしい。よかったじゃねえか、誰も死んでない。セーブデータ死んだよ。本当に良かった、本当に。はい、ってわけでなんだかんだめっちゃくちゃいろいろあったけど、とりあえず今回はここで終了でいいかな。はい、いやー本当に大変だった。まあでもなんつうのかなってね、よかったです。はい、ってわけで、まあまた次回この続きをプレイしていこうと思うんで、よかったらまた見てください。お疲れー。